現実況劇団鳥のすめ。どうもー、鳥のすめ団ソトです。今回もスターウォーズバトルフロント2やっていきたいと思います。今回はですね、つい先日行われた3月21日に行われたアップデートに関して雑談していきたいと思います。21日の、夜だったかな、アップデートがされた夜に、生放送を行いまして、そこの中でね、いろいろアップデートに関して雑談とか、実際にこうゲームやりながら使用感なんかを話してたんですけども、まあ、ちょっとアーカイブで残すかも迷ったんですが、動画自体がね、まあ、1時間を超えるようなものになってしまうので、まあ、ちょっと見づらいかなということで、ちょっとこの動画の中で、軽くまとめてね、この間の生放送の、お話なんかをねしていきたいなと思います。で、今回行われた、アップデートですね、4つかな、大きく分けて4つのことが行われました。まず課金システムが再導入されて、スキン等が追加されたという感じですね。で、もう1個がカードアンロックシステムの変更、そして、新マップベスピンの追加、あとは、ボムショット等のゲームバランスの修正かな、そんな感じの、ことが行われました。まあ、課金システムに関してなんですけども、前にね生放送で行った、こちらはアーカイブ残ってるんですけども、10万クレジット貯めるみたいな動画がありまして、その中でもお話はしてるんですが、今までスターウォーズバトルフロント2、クレートというものを回すと、まあ、ガチャみたいな要素ですね、そこを回すと、兵士を強化できるようなカード等が手に入ったんですけども、それがなくなりましたね。レベルっていう概念になりました。カードアンロックシステムの変更にもつながってくるんですけども、その兵士を使ったやり込んだ分だけ経験値が溜まって、で、一定の経験値量が溜まるとスキルポイントが1ポイント溜まると。でそのスキルポイントを使用してカードのアップデートだったりアンロックを行うような、形に変わったので、まあ、大幅な変更ですよね。まあ、ガチャに当たる要素からは、まあ、スキン等や、モートとかしか出なくなったという感じです。でもこれはすごいいい改良なんじゃないかなという感じなんですけども、それに伴い、クラフトパーツとかが結構皆さん余ってるかと思うんですが、どうやらちょっと調べたところ、ちょっと生放送中にはこちら分かってなかったことだったんですけども、40パーツでスキルポイントが1つになるみたいですね。なので、クラフトパーツ今使い道なくて、これ何のために残ってんだろうって思ってる方多いと思うんですけども、おそらく来月4月かなんかのアップデートでそのクラフトパーツをスキルポイントに変換できるようになるみたいなので、まあ、40パーツで1ポイント結構変換率としてはいいので、なんか楽しみにしておくといいんじゃないかなという感じです。で、あとはそうですね、マップベスピンなんかも追加されましたね。バトルフロント1の時にあったマップと、まあ一緒なのかな、構造とかは完全に一緒だったんですけども、まあいろいろビジュアル面なんかが強化されて帰ってきたという感じですね。まあ生放送中ではみんな使い増しじゃねえかとまあ言ってる方も多くて、まあ確かになっていう感じだったんですけど、まあでも新マップ嬉しいですよね。でこちらの新マップは、ブラストとヒーロー VS ヴィランでできる小規模マップになってますね。まあ、今後もしかしたら、ギャラクティックアサルトとかスターファイターアサルトでも、まあ、ベスピンが登場する日は来るかもしれませんけども、とりあえずは広々と、ブラストで遊べるみたいですね。あとはボムショットと、いろいろねゲームバランスが修正されました。でこの辺に関しては、生放送時、分かってなかったこともいろいろ判明したので、パッチノートを見ていきつつ、ちょっと雑談していきたいなと思います。今回のヴィランではですね、ヒーローとヴィランではですね、アイデンベルシオが一番焦点を当てて強化されてたのかなという感じみたいです。まず、元々のベースの体力がですね、550だったのが650になったみたいですね。100増加みたいな感じですかね。あとはちょっとドロイドシールドのアクティブ時間が10秒から12秒に増加したりとか、あとはパルスキャノン、ここが大幅に改善されたみたいです。ダメージとしてはおそらく低くなってんのかな、これはね。低くなってるから弱体化なのかなと思いきや、チャージ完了までの時間が1.25秒から0.6秒に、短縮されているということなので、早いスパンで貯めてバーン、早いスパンで貯めてバーンっていうようなパルスキャノンの使い方が、今後のアイデンベルシオできるようになったという感じみたいですね。ちょっとこの辺はね、今までの戦い方と少し変わるんじゃないかなっていう感じですよね。あとは、スターカードが一部変わってるみたいですね。パルスキャノンのリチャージ時間を短縮っていうカードがあったんですけども、そちらが、ドロイドスタンが敵に当たった時にアイデンが回復するような、ものに差し替わっているみたいです。敵兵士を気絶させた時には30回復して、ヒーローを気絶させた時は、よ
より多くのライフを回復すると。であとはそれはレアリティに応じてですね、エピックまで持っていくと700じゃねえやバケモンか70まで、回復するみたいですね。なので、まあ実質やっぱスタンドロイドがまあ強化になるのかなーって感じなんですけども、でもなんか生放送中広々ちょっとやってたんですけども、なんか若干ねスタン開始まで遅くなったような気がするんですけど、なんでもその辺はパッチノートに書いてないのでわかんないですね。なんか体感そんな感じがしましたね。まあ何なんだろうね、なんかいろいろ分かってない部分もあるんですけども、まあ次行きましょうか。ボバフェット、この辺もね、ちょっと強化になりました。ボバフェットは体力が500だったのから550に増加したみたいですね。あとはジェットパックがね非常に速くなってましたよね一時、それが少し、わずかに減少したみたいです速度がね。なのでよりこうコントロールは取りやすくなったのかなという感じです。それでもまあまあ速くて強く感じるんじゃないかなみたいなことが書いてありますね。あとはレイヤーですね。まあレイヤーは出落ちでしたまずスキンがね変わったのが出落ちでしたね。もしかしたらこの動画の中でもレイヤー姫使ってるシーンあるかと思うんですけども、レイヤー姫の髪型が変わりまして、生放送中はほぼそれをいじってましたね。あとはレイヤー姫体力の最大回復量が150から200に、向上していたりとか、体力の最大回復までっていうのが、まあ、5秒から 4.5 秒に短縮されてるのでより早く回復するようになった感じなんですかね。なんかそんな感じでレイヤー姫より強化されてるので、まあ、ちょっと今後ねエピックになりやすくなったということもあって、セカンダリをこう遠くからちまちま撃つ、いわゆる芋タイプのレイヤーが増えるんじゃないかなというのがちょっと予想つきますね。それでなくてもまあレイヤー強かったんですけども、さらに強化という感じの展開です。あとはですねハンソロなんですけども、ハンソロはね守備力があまりなかったので、その点を改善しようということで体力を600から650にこちらも増加したみたいですね。あとはリモート爆弾が空中で爆破しなかった問題を修正したみたいです。そもそも爆破しなかったんかいっていうちょっと衝撃なんですけども、まあこういうものもあるみたいですね。結構あとは細かい修正が多いのかな。ダース・ベイダー、パルパティーン、チューバッカ、レイ、ヨーダ、フィン、ランド等もいろいろね改善は行われてるんですけども、大きい改善はあんまないかな。まあそんな感じですね。で、次兵士の、クラスとかその辺あたりですね。アサルトは大きい変化はあまりないみたいです。まあ武器の改造で冷却が正しく機能しなかったっていう問題があったみたいなので、そちらを修正したらしいですね。あとはオフィサー、ここは結構大きいかな。プラグはね修正されてないみたいなんですけども、冷却パーツが正しく機能しない問題っていうのは修正されたみたいです。あとは SE44C、こちらも一応弱体化なのかな。これも非常に微妙なラインなんですけども、冷却パーツ使用時の発射量を49から25に減少とか、エンドダメージの距離を40メートルから30メートルに短縮みたいなことがいろいろ書いてありますね。でも大きいのは個人的にはその辺の武器もまああんのかもしれないんですけども、オフィサープレゼンスっていう、コマンドの影響を与えた人数に関わらず与えられるバトルポイントを一定化させたと。なので開幕にオフィサーでいい人のためにみたいな、悪い人のためにみたいなやるじゃないですか。あれをやるとわーっとポイントが溜まってたのが、ちょっとね改善されたみたいですね。改善っていうかまあ、ポイントが一定になったということで、バトルコマンド系でポイントをね集めてた人はちょっときつくなるのかなって感じですよね。まあ、その分、まあでも普通に武器とか強いので賞金稼ぎつけてバンバンやってたらポイントと貯まるようは今まで通り結構早い方だとは思います。あとはタレットがね、強化されましたね。タレットが捕捉した敵を所有者に対してのみスキャンすることができるようになったと。おそらくあのスキャンダーツとかで出たフワーンってなった時の、浮き彫りになる感じ、あの感じでタレットが捕捉した、敵兵士を捉えることができるようになるんじゃないかな。まあ、ちょっとこれは強化ですよね。なんかただでは引き下がらない大きさという感じですよね。であとは、スペシャリストも、一応強化されましたね。バイノキュラーっていう双眼鏡みたいなやつですね。あれが、まあ、スポットの時間が、増加したと。で、敵1体スポットするごとに25ポイントがもらえるようになったんですね。なので、まあ、遠目からこう、まあ、キルが苦手な人とかはね、そういったこうバイノキュラーを使って、まあ、味方をサポートするような
戦い方もまあできるっちゃできるのかな。あとは、武器の冷却パーツが正しく機能しない問題を修正したと書いてあるんですけども、これがもしかしたら生放送中にブラストかなんかをやってた時に、あれスペシャリスト強化されたみたいな話をしてたんですけども、特に A208CFE っていう武器だったかな、あれがねだいぶ強化された印象があるんですよ。なんかそれはもしかしたら冷却パーツが正しく機能してなかったのが正しく機能することになって、結果的に強くなったように感じてるのかなっていう感じですかね。まああとは、この後、ヘビーの話にもなるんですけども、ヘビーも冷却パーツがね正しく機能しない、まあ例のゴム処問題ですね、 DC のゴム処問題が改善されたということで、その辺も相まって、体力が100しかないんだけども、前よりその減りがね、遅くなったので、なんかその辺もあってスペシャリストが使いやすい環境に少しなったんじゃないかなっていう感じですね。まあ依然100なんですけども、体力の方は前より多少は死ににくくなったんじゃないかなっていう感じですね。なので今後ねアサルトとかスペシャリストを使うプレイヤーもねどんどん増えてくるかもしれませんよね。まあ、あとは細かい修正として、エアリアルとかエンフォーサー、APST とかもね、いろいろちょっと修正はされてるみたいですね。これはまあまあ割と細かい系なのかな。あとはゲームモードなんかの調整もされてるみたいですね。個人的にはおって思ったのは、まあタコだなーとかですかね。APST のコストが1500、使えたんですけども2500に上昇しましたね。まあ、ATST 非常に強いので、まあ、みんなで総取りって感じになっちゃうし、1回ね ATST やられた後にスポーンが早くなってしまうので、まあこの修正はいいんじゃないでしょうかね。2500に上昇したみたいですね。あとは第2デススターとかかな。第2デススターのフェーズ2と3の防御が、優位に、フェーズ1は攻撃側が優位になるようにリスポーンの位置を調整したみたいですね。なんかそういう、細かい調整もマップごとに、ちらほらあるみたいなので、まあ一番細かいとこ気になる方はまあ実際パッチノート見てみるのが一番早いかと思うんですけども、まあ大きいところで気になったのは自分はそんな感じでしたね。まあでもあとこのパッチノートに書いてないんですけども、非常に気になってるのがカイロレンがね生放送中ずっと言ってたんだけど、強化されたんじゃないかなっていう、サイレント修正なのか、そのダメージ耐性とかがバグが起きててそれが修正されたのかちょっとわからないんですけども、ちょっと皆さんの意見もできればコメントとかで聞きたいんですけども、カイロレンのフリーズが前より拘束時間長くなってるような感じがあるのと、そしてダメージ耐性が上がったような印象を受けるんですよね。前より連撃がやっててなんかそんなに違和感がないというか、サクサク切れる感じっていうかね、なんかそんな感じがするんですよね。ちょっとカイロレン何回か使ってちょっとね、あ変わったかもなっていう人ちょっとコメントとかで教えていただけると嬉しいです。でもパッチノートには書いてないんだよね。ちょっと気になるところですね。で結構生放送中勘違いしてる方も多かったんですけども、新キャラのヒーローとヴィランが来ないじゃねえかと言って嘆いてる方もいましたけども、今回のアップデートに関しては、その辺はもともとされる予定ではなかったみたいですね。で3月のうちにその新しいシーズン2に関して、公表したいと、発表ができればいいなと公式は確か言ってたはずですね。なので、4月とかに、シーズン2が、来ると思います。でそのタイミングとかで一緒にアップデートがされて、まあ、クラフトパーツのね40で1ポイントになるやつとかも追加されるんじゃないかなと言われてますね。ただ、アップデートがねなんかまだあんまり取り掛かれてないみたいで大丈夫なのかなって感じなんですけども、だからねなんか予想だと4月後半になっちゃうんじゃないかなみたいなね、今回のこの今までのバトルフロント2のねなんか運営の対応を見ていても、公表もなかなかしないじゃないですか。3月もあと1週間じゃないですか。なのに詳細が全然発表されないあたりからも見て、早くて4月後半ぐらいにシーズン2来るんじゃないかなとちょっと個人的には予想しています。でさらに、いろいろスキンとかも追加されるみたいですけども、そのシーズン2の、焦点当てるのがどこなのかっていうところで、まあ、クローンウォーズとか反乱者とかああいった作品もまあ、可能性あるのみたいなところは、まあ、明言できないんだけども、まあ、考慮は必要だよねと、言っているみたいなので、まあ、今後ねそういったこうクローンウォーズのキャラクターとかが出る可能性もやっぱりまあ残されてるんじゃないかなという感じです。まあ、今すぐ4月とかに来るかって言われると非常に微妙なラインなんですけども、まあ、希望は捨てちゃいけないのかなという感じですね。まあ、でも全体的に今回のこの3月21日で行われたアップデート、割といい方向には
なってきてるのかなと。生放送中あったコメントだと、ようやく製品版になりましたねとか言ってる方とかいましたけどもなんか土台がようやく出来上がってきたのかなみたいな、今更かよって感じなんですけども、まあでもね、ちょっと今後ちょっと期待できるようになってきたんじゃないかなっていう感じです。まあ全体的にエピックのカードをね手に入れやすくなったので、一度バトルフロント2離れていたユーザーの方もね、一回ねバトルフロントはまたやってみるといいかもしれません。またね動画とかね、アップデートで強化されたものとか紹介していきたいなと思いますので、またよかったら見に来てください。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。